こんにちは、ベスタの北川です。今日は紳士服のボタンについてお話ししたいと思います。まず、メジャーなボタン、天然のメジャーなボタンなんですけれども、大体が、高級な紳士服ですとナットボタン、これはナッツをくり抜いたものですね。それから貝ボタン、それからこちらが水牛の角のくり抜いたもの、ホーンボタン、この3つが天然のボタンの、メインのあの素材になります。で、あとはね、こんな感じでブレザーに使うメタルとか、革ですね、こういった革のタイプなんかもあるんですけれども、今日はスーツに一般的なこの3つをお話ししたいと思います。で、選び方なんですけれども、正直好みなんですが、このナットホーンについては、どの生地でも万能選手で合いやすいんですが、貝は特におすすめの素材がありまして、ちょっとここにご用意したんですけど、シルクが入ったもの、それから麻が入ったもの、それからコットンが入ったもの、こんな感じの少し光沢感、もしくはカジュアル感、季節的にはどちらかというと春夏向けのこう軽快感がある素材に、貝ボタンは特に合うんですね。こんな感じで、こちらもね、シルクが入ったファブリックで仕立てたジャケットなんですけれども、これね、ちょっとね、ベージュがかった茶色のマザーオブパールの貝ボタンをお付けしています。こんな感じで、このね、素材の光沢感に、こうさらにね、ツヤ感をプラスする、こう相乗効果があって、ボタン一つで本当に表情変わるので、ボタン選びは、こだわって時間かけてされるお客様もいらっしゃいますね。で、あとはまた今日私が着ているこのジャケットについては、これは天然のナッツですね。ナットボタン。ベスタではイタリア製生地の場合はナットボタンが標準という形になってますね。こんな感じで、なんていうのかな、こう控えめな素材、存在感なんだけど、やっぱり天然なのでね、なんか物、染めがその個体によってちょこっと違ったりする、そういった味わいがあるところが、私はナットが好きなポイントですね。であとは、最後になりますが、このホーンボタンね。ホーンボタンは、高級素材の代表選手ですけれども、こちらコートでご案内しますけれども、こんな感じで、ベスタではコート、標準で、放水牛ボタンがついてます。で、こんな感じで、やっぱツヤがあって、色、こう、ツヤに深みがあるんですよね。それが、このホーンボタンの、やっぱ一番の味わい深さかなと。つけると、触って経年変化でこうやって閉じて触るじゃないですか。それがなんか自分の手の油で熟成されて、こうなんいい感じの輝きになってくる、そういうところも天然素材、特にホーンの持つ味わいかな、楽しみ方かなと思います。で、やっぱシックで高級感を出したいんだったら、ホーンかな、やっぱね。でも、このナットのね、ナットの控えめな感じも私は好きですし、あとこのようなね、先ほども申し上げましたが、ちょっと透明感がある貝ボタン、こんな感じのボタンも、それぞれの素材とか着るシーンに合わせてお選びいただけたらなと思います。はい、今日はボタンのお話をしました。最後までご覧いただいてありがとうございます。もしこちらの動画気に入っていただけましたら、いいねボタンを押していただいたり、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。